さて、黒の定常と結社の動向は大体分かったが、その白い装置や AD って連中とは何の関係もないみてえだな。まあ、あのガキが動いている以上、破壊が絡んでる可能性はゼロじゃねえが。正直、あの人ならどんな企みをしてても驚かないよね。ただネメス島であんな風に動いておいて教団の真似事をするかっていうと、ガキの頃から知ってる娘が未だに引きずってるって聞いたもんでな。俺が間接的に手掛けた庭園という犯罪、その材料の一つに使った DG 教団、終わっちまったもんについてはスパッと忘れて次に行くのが俺の美学だが、視界に入る範囲でそんな風に引きずられちゃ気持ちよく次の企みに移れねえだろ。孫を勝たなき悪ですが、あの言葉に偽りはなかった気がします。ならば一旦置いてもよかろう。邪悪な男だが美学にはこだわるたちだ。ええ、あれでカッコつけみたいですからね。何してんのか警戒は必要そうですが。そうなると AD、 もう一つの夜明けなる集団の背景は何なのかということになるわね。はい、赤黒い獣の黒幕は教団に寄生していた過去の亡霊でしたが、DG 方面は一通り現れており、他の火種があるような気配もありません。そうなると全く未知の勢力か、どこかの勢力の偽装の可能性とか。可能性はゼロじゃないだろうが、どこだろうとハードルは高そうだな。そんなものを用意するだけの技術的バックアップが必要な意味では。はい、20年ほど前に作られたらしきキャリバーの刻印もない動力機か。50年前のゲネシスとは年代が違いつつ、やはり超絶技巧が使われているそうですね。うん、検査機にかけてみたけど相当微細な部品が詰まっているみたいだ。ゲネシスと同じく閉じられた外装、開くことができない作りにもなっている。フレームを切断したら内部機構が損なわれるかもしれないんだったな。確かにデザインが違っているとはいえ、レプリカっぽい代物のようだが。ああ、昨夜ゲネシスもない状態で俺はグレンデル化したんだが、考えてみりゃあの時小僧が持っていたそいつに反応した可能性も出てきたわけだ。なるほど、辻褄は合いそうね。考えてみれば私が持ってるこれも一応最低限のメンテナンスはできるけど。道化師野郎からったのは尺に触るが、こいつは念のため俺が預かっておく。ゲネシスに反応があればすぐ伝えろ。共鳴や干渉を起こすかもしれねえ。はい、見逃さないようにします。私の方も一層研ぎ澄ませます。雨も上がってくれましたし、フィーさんやラピスさんたちも頑張ってるみたいですし、負けてられません。そうね、どちらもなんだか訳ありで動いているみたいだけど、
ですが、トールズの皆さんはともかく、ナーディアちゃんたちの方は。なんだか言いにくそうというか、ちょっと不思議な感じだったよね。やはり聞いていた通り。ま、当面は任せといていいだろう。今後も定常で探りを入れていけばいい。こちらも輪郭が見えてきた。午前とは違う外区を中心に回ってみるぞ。エレインは昨日に続いて頼んだ。ギルド寄りの案件になってきたしな。ええ、こちらとしては結社の計画も気になるけれど、失踪者が全員見つかっていない以上、 AD はとても捨ておけない。なんとか連携してことに当たりましょう。はい、お願いします。それでは午後の解決業務開始ですね。友達とお買い物。アニエスちゃん、あさってのお誕生日は楽しみにしててね。夢、お店の天井に届くくらいでっかいケーキを作るから。どうか遠慮しないでちょうだい。お前さんには夢にタナコたちが散々世話になっているしな。当日は腕によりをかけて料理するぜ。もちろん麺は夢のケーキだがな。レンさんももうすぐ帰国しちゃうそうだし、送別会も兼ねたらどうかと思ってね。学校の友達を多めに、首都にいる知り合いはみんな招待しちゃいましょう。
そうだ、アニエス。どうしたんですか？いや、実は俺からもちょっとしたプレゼントを考えててな。2月の時は俺の方がもらっちまったし、そろそろバイト1周年ってのもある。あれは8月の下旬でしたっけ。もう1年近く経つんですね。でもどうか気にしないでください。バイト代もちゃんと。お返しだし、他にも進級祝いだのなんだのも兼ねてってことだ。アーロンやフェリーにも送ったから、そこはまあ気にすんな。そういうことならありがたく。あ、高価なものは結構ですよ。わかってる。ただいろいろ兼ねてる分、候補から絞り込めてなくてな。どういう類のもんがいいかこの際聞いとこうと思ったんだ。ダチや家族、フェリたちからももらうだろうし、なるべく被らないようにするつもりだ。パンさん、すみません、少しだけ考えてもいいでしょうか。あ、明日までには考えといてくれ。ちょっと不良っぽいシルバーアクセとか初ピアスなんかでも構わねえぞ。あ、それは私にはちょっと早すぎるような。とにかく考えさせてください。ちなみにエレイン様も、そちらのネックレスはバン様から？ええ、まあ別に深い意味はないと思いますけど。アニエスさんももう17歳か。少しずつ進路も考えているのかしら？いえ、それがまだ考えなくちゃダメとは思っているんですけど。アニエス様なら大丈夫でしょう。今はお誕生日を楽しみにしていただけると。買い出しも大荷物になりそうだね。フィオにドローンショップも頼ろうかな。やれやれ、大ごとになってきたもんだ。ああ、あんたたちか。午前中の話は聞かせてもらったよ。久しいな、裏解決屋の面々。ラオダーマオ殿の孫娘はおらぬようだが、獅子殿は昨年ぶり。お互い老骨に鞭打つ身か。誰がラオダーマオだい。まったく、あんたは相変わらずだね。
裏解決屋のみんな、午前のオークションぶりやね。ミュって別に顔隠しとるわけやないよ。着物の時もそうやったやろ。話は聞いたわ。いろいろと大変だったみたいね。バンちゃんたち、お疲れ様。解決業務の方は順調そうじゃない。話もあるからゆっくりで構わんぞ。すまないが、ご足労をお願いする。解決事務所の諸君、エレイン様も